トップ10入りまであと少しだった名勝負、15位から11位に選ばれたのはこんな試合です。第15位、元王者意地の一撃、バレス対ゴンサレス。これはなかなかいい試合であります。15位マレス対ゴンサレス、山田さん、この試合に、はい、まあ自分の予想では、はい、まあ、勢いのある本当にマレスやったんですけど、あ、そうですか、はい、ところが、はい、やっぱりパンチが強いですね、ジョニゴンは、浜さん、ジョニゴンの真骨頂ですね、これね。そうですね、やっぱりキャリアが本当はっきりした試合ですね。まあ、流れ、ムードとするとやっぱりマレス、勝つかという流れだった、あの試合前の流れですけどね、やってみればやっぱり一発あるというのはやっぱり何があるか分からないというのがこの試合だったですね。まあ、意地の一撃というキャッチがついてますけども、やっぱりこの人もともと実力者ですからね。まあ、そういった面ではやっぱり、まあ、キャリアもあって、そして今が一番強い時になったというのがこの選手ですよね。なるほど、なるほど。非常にこう華やかさを持ち合わせた選手、ジョニー・イゴンが1ラウンド KO 勝利を見せてくれました。15位でした。第14位、テキサスの激闘、荒川二人対フィゲロア。さあ、そして冒頭にもお話しました、日本勢の海外での頑張りがありました。敗れはしましたが、ジョーさん、この荒川選手、本当に何て言うんでしょう、心意気を見せてくれましたよね。まあ、観客を、ね、感動させるようなと激闘を見せましたよね。このフィゲロアは地元で相当期待されている選手なんですよ。まあ、その選手に対して、はい、まあ、スタート見たらやっぱり相手強かったかなと思いましたけど、この荒川君の頑張りはお客さんがむしろ荒川君の方を称えたという試合だったんですね。そういうことが、ね、伝わってきましたもんね。またこう放送していてもそういうリングサイドの雰囲気が十分に伝わった試合でした。ただ惜しむくなくはその結果がフィゲロアに勝敗、勝ちが出てしまいました。もう勝ったフィゲロアがあの表情ですね。まさにテキサスの激闘でありました。第13位、パッキャオを破った男の初防衛戦、ブラッドリー対プロボドニコフ。さあ、違う意味でこのプロポドニコフというのは最近非常に注目されているんですが、まあ、この試合の時点では、ブラッドリー対プロポドニコフ、結果はブラッドリーが勝つんですけども、ジョーさん、パッキャオをとにかく破ったというのでブラッドリーが出てきている注目を浴びたんですよね。この試合の、ね、ブラッドリーというのはなんか本来 の、 そのボクサータイプではなく過剰に打ち合いましたよね。そしたらそれはもうプロポドニコフというその願ってもないことだったわけです、はい、それでこんな激闘になった。まあ、結果そのブラッドリーが勝つんですけども、浜さん、この試合でプロボドニコフっていうのは注目、まあ、逆の意味でしたね。負けて注目されたのがこのプロボドニコフですね。まあ、ですからこの試合の後にはこの選手チャンピオンになってますからね。そういうことですよね。まあ、実力のある選手がやっぱり分からないところにいるもんですね。本当に世界は広いなということを考えさせられるプロポドリコフ、このブラッドリーとの試合でした。ただ結果はブラッドリーが勝ちを収めています。第12位、スター候補の底力、マルチネス対ミゲール・ガルシア。さあ、12位はローマン・マルチネス、そしてミゲール・ガルシア。山中さん、はい、このカードもいいカードですね。いいカードでしたね。はい、と今ミゲール・ガルシアの打ち方っていうのはすごく参考にしてますし、なんかもうワンツーでもすごくいいタイミングで打つんで、まあ、これは倒れましたけど、はい、参考にしてますね。これはマルチネスがうまかったですかね。そうですか。山中さんもこのガルシアを参考にされるということですが、確かに浜さん、はい、多くのボクサーの方がこの2人っていうのはかなり意識するボクサーでしょうね。まあ、そしてこのガルシアがやっぱり今年出てきた
数字ですよね。ですから私は来年スターになるんじゃないかというふうに思いますよね。本物のスターに。そうですね。ミゲル・ガルシア、まあ、この試合があったから次のステップさらにもう一つ上、そういうふうに狙える位置に上がっていったのではないかと思います。ミゲル・ガルシア、名前を持っている、実力を持っているローマン・マルチネスに倒されながらも結果8ラウンド KO 勝ちをされました。第11位、待望のヘビー級王座統一戦、クリチコ対ポベトキン。これがベスト10入りを逃しました11位です。ジョーさん、クリチコの、ね、政権いつまで続くんだという話と同時に今回は統一戦だったんですよ、これね。そうですね。ポベトキンがどの程度ですね、まあ、ウラジミル・クリチコの牙城に迫るか、はい、今悪い絵が出ましたね。これジョーさん、今結果はね、皆さんクリチコの勝ちというのはご存知でしょうけれども、どの程度の評価がありますジョーさんとしては。クリチコっていうのはね、本当にやはり体も大きいし技術もありますよね、はい、で攻撃防御、その要するに攻防のバランスを取れた、はい、いいチャンピオンだと思うんですよ。ある意味でね、難攻不落ですよ、はい、で歴史的に見ても、ね、じゃあモハメド・アリ、ジョー・ルイスはこのクリチコに勝てるのかっていうふうなことを思うとね、今のクリチコの強さっていうのは本当にやはり注目すべきですね、はい、この王座統一戦をもちましてそのクリチコの牙城の硬さ、高さ、その辺を改めて感じた一戦でありました。はい、15位から11位はこのようになりました、山中選手いかがでしたか、はい、やっぱりマレス・ジョニゴンというのは、自分の中では印象的でしたね、はいはい、僕も倒した一発目のバズも地味に下にフェイントを入れてのフックなんで、でこの初回にこのパンチをもらったらさすがにマルスでも倒れますね。すごかったですね。ベテラン健在ぶりをアピールしましたゴンサレス。さあ、そしてじゃあ浜田さん、浜田さんはどこが気になりますか。まあ、11位になりましたけどクリチコポペテキンですね、まあ私はこれベスト10は確実だと思いましたけどね。あ、そうですか。まあ、統一戦、このクリチコのジャブで全勝のポペト君がダウンするわけですからね、はい、まあ、この試合ただ朝が早すぎましたから見てない人も多かったんじゃないかと思いますね。放送のね、いや本当この試合は私はベスト10入るのは確実だと思いましたけどね。そうですか、ちょっと朝だったのはね。ジョーさん、でもこのクリチコの牙城を崩そうという選手出てきましたよね。だからそれがアメリカに出てきたんですよね、はい、30戦全 KO 勝ち、はい、デオンテイ・ワイルダー、まあ、オリンピックの、ね、はい、銅メダリストを経てですね、プロへ。ただね、まあ、今育成段階ですから それほど強い強豪とは戦ってないんですよ。だからその来年ですね、はい、実力進化を発揮するのは来年の、ね、楽しみであります、はい。